17世紀にサファビー町で作成されたミニアチュールの中に描かれた鳥の言葉第2章の冒頭部分。上の画像の一部を拡大。中央右の岩の上で八頭の発議。八頭がスーフィズムの道を志す他の鳥たちに教授している。言った、王、鳥たちよ。私は疑いなく陛下の弟子でもあり、不可視界の使者でもある鳥の言葉、または、 鳥たちの集会は、12世紀末の詩人ファリードッティーン、アッタールによって1177年頃にペルシア語で書かれた約4500追句に及ぶ長編詩である。アッタールは作品の中で鳥の言葉以外にも鳥たちの海底とも呼んでいる。アッタールの陰文作品のうちの代表作であり、全近代では鳥たちの書とも呼ばれた。本作は各式のハンクごとに、 末尾で応援するマスナビー主形で作られている。しかし、同じペルシア語のマスナビー主形の女子誌、女上司の代表的な作品であるフェルドースイーのシャーナーメヤサーディー、カジュエがムタカーリーブ体の隣立で作られているのに対して、アッタールはラマルタイの隣立、しかも成長ではなく変調のラマルタイを用いていた。なお、アッタールは、 イラン北東部のホラーサン地方の主婦であったニーシャープールの出身であるため、ニーシャープールのアッタールの意味で単にアッタール、ニーシャープーリーとも呼ばれる。署名の鳥の言葉とはクルアン二27章16節のスライマーンはダーウードの後を継いでいった人々よ、私たちは鳥の言葉を教えられに由来している。詩の中では世界中の鳥たちが 今はいない彼らの王には誰がなるべきかを決めるために集まる。彼らすべての中で最も賢い奴頭が伝説的な鳥スイーモルグを自分たちは探し出すべきだと提案する。八頭は鳥たちを先導するが、これらの鳥たちはそれぞれが人間が悟りに達するのを妨げる人間的な欠点を象徴している。旅立った数千羽の鳥たちは七つの谷を越え、 歴史の危険にさらされながら、海を越え、時には太陽の熱に痛めつけられた。苦しい旅の間に、多くの鳥たちが次々に脱落していった。しかし30羽の鳥たちの一団が、スイーモルグの住む山についにたどり着いた。その時彼らは、自分たちの一団にスイーモルグが宿り、自分たち自身が、スイーモルグであることに気づく。彼らは皆、スイモルグを見れば30羽の鳥を見、 お互いを見れば、皆が同じ30羽の鳥であることを見出すのである。30羽の鳥たちの旅は、彼らが神である、スイモルグの中に消えて一体化して終わる。黒柳によれば、鳥たちは神との一体化を望む神秘主義者の世界の果てにあるカーフ山にいる大たる鳥は、神の犬であるという。また鳥たちが経験する苦難の旅は、 神秘主義の修行の厳しさとそのために途中で断念するものの多さを反映したものであるという。ペルシア語で30羽の鳥を意味している語シーマーグはスイーモルグを意味するとも解釈できる。この詩はしばしばスーフィズムの文学でも見つかる表彰であるスイーモルグと30羽の鳥の2つの子での巧妙な言葉遊びを用いたペルシア語詩で最も有名な作品の一つである。 以下は翻訳元での英語版記事での参考文献であるが翻訳にあたり直接参照していない。ありがとうございます。